ございます。スエトラベルです。今回は、はい、5日間大阪にいました。ということで、この後いよいよ京都の方に入りたいと思います。今日から京都ということで、スエトラベル初の京都という形となります。ぜひ、この後はですね、まず今日清水寺の方に入れればと思います。現在朝のね、9時ぐらいなんで、多分午前中のうちに、はい、京都入れますんで、はい、京都の旅今から行きましょう。お願いします。さあ、京都に到着しました。ちょっとね、ホテルに荷物を預けに行こうと思います。そして地下鉄で五条に向かいます。京都から、はい、烏丸線で五条に向かいます。一駅ですね。ホテルに荷物を預けたので、この後はですね、清水寺に向かいたいと思います。ホテルの動画また改めて、はい、アップします。暑い。何が暑いって、天気が良すぎて暑い。さあ、じゃあ移動します。いよいよ清水寺京都編に行きまーす。いよいよ清水寺へと一歩一歩足を踏みしめていきましょう。この番組でも京都をご案内できることとなりました。はい。さすが平日の午前中ということで人があまりいません。嬉しいですね。見えますか、奥に。はい、清水寺が少しずつ少しずつ、はい、近づいてきています。今日は平日木曜日の午前中ということなので、少しお店の方もですね、まだ、はい、空いてない店もありますけど、京都の風情が目の前に飛び込んできています。ただし蒸し暑いんです。めちゃくちゃ蒸し暑いです。朝ごはんを食べていないので、ね、パワーがちょっとね、出ないです。ちょっとね、番組自体では、はい、京都初めてですけど、私はもうね、関西人ですし、先日京都でもお仕事あったので、京都にはちょこちょこと来ています。頑張りましょう。歩きます。こんにちは、清水寺。よろしくお願いします。清水寺。やばい景色、ご覧ください。清水寺です。潜入します。よろしくお願いします。お楽しみください。京都、清水寺。こちら、西門という門らしいです。はい、非常に重厚な、あ、多分こういうああいったところは見て、この、はい、中から京都が一望できる素晴らしい景色です。さあ、こちら田村堂と書いてますね。あれが三重の塔でしょうね。1、2、3、三重の塔となっています。そしてこの暑さの中、最高のご褒美がミストです。ミストが、こういう風にミストがあると気持ちいい。これ最高です。そして奥には三重の塔。さあ、ちょっとね、人が脈途切れてくれると最高の景色がね、待ち構えています。三重の塔です、こちらは。いや、素晴らしい景色がね、はい、上がってくると見えてます。登ってきた甲斐がありましたね。さあ、いよいよここからです。ここから清水寺の入り口です、はい、着物着てる方も多くていいですね、はい、京都の景観です。こう規制がかかってるからね、非常に高いビルがないんで見やすいですよね。あと派手なビルもないということで、統一されてるのもまた綺麗ですね、はい、こういうに統一されてるというと、やっぱあの竹富島とかね、ああいったところもね、はい、沖縄の竹富島なんかも規制されて、すごい綺麗な街並みとなってますね。さあ、いよいよ潜入しましょう。
そしてこちらが本堂からの景色となっています。いかがでしょうか。ここです。皆さんいつも見ている場所はこちらとなっています。はい、バス等で、はい、撮られている場所、こちら本堂からの景色です。清水寺本堂の景色いかがでしょうか。京都一望できます。京都が一望できます。清水寺。そしていよいよこの場所、本殿すれも見渡せるこの場所から最高の景色をお届けしています。京都タワー、京都の、はい、そしてこの鐘の音も素晴らしいですね。いやー、すべて癒してくれます。そしてこちらが縁結びの神ですね。はい、恋おみくじ、はい、縁がありますようによろしくお願いします。はい、ちょっと後でお祈り参拝だけ行きましょう。では清水寺を後にして、ここからは、はい、この坂道ですね。なんかこけたあかん2年坂やら3年坂やらいろいろありますけど、気をつけながら行きましょう。はい、懐かしい、前回もこけずに行きました。ちょっと小腹が空いてきましたね、いい感じで。あ、それも何よりも喉が渇いた、喉渇いたんで何か食べましょう、飲みましょう。さっきちょっと飲みたい、なんかね、有名なあの何スタバの今日からか昨日からか発売される京都バージョンがあるみたいなんで、そちらはぜひ行きたいなと思います。でも素晴らしかったですね、清水寺、綺麗でした。そしてこちらが2年坂、3年坂と有名な坂ですよね。はい、こけたらダメ、え、ちゃう、こけたらあかんの、これなんかあったよね。これ3年坂です。絶対にダメです。本当にゆっくり行きましょう。こけたら終わりです。さあ、言い伝えは本当なんでしょうか。2年坂、3年坂で転ぶと命が短くなるとも言われています。なので絶対にこけることだけ許されません。終わります。絶対につまずく、こけることだけは許されません。今のところ周りの人はこけてません。こういう時に大体冗談でもやってはいけません。本当にそういうのはね、こういったところでやることは許されません。さあ行きましょう。よいしょ。さあ、絶対に許されるわけにはいきません。三年坂、はい、無事に。ただね、今ね、水を使ったことがあったんで、滑る方も非常に多いと思います。絶対に転ぶことは許されません。無事に降りることができました。ではもう少しすると、はい、スタバが見えてきます。こちら八坂の塔というみたいですね。はい、すごい立派な塔です。五重の塔ですね。はい、よいしょ。こういう形でなってます。ちょっとね、二年坂通らずに、はい、来てますんで行きましょう。こういう建物がね、京都には至る所にあるので嬉しいですね。さあ、いよいよ見つけました。スターバックスコーヒーということで、これね、めちゃめちゃ迷いました。分からなかったもんね、全然わからない。めちゃめちゃ難しいですよ。こういう感じです。絶対わからへん、これ。行きます。さあ、こちらが抹茶のブースとなっています。スタバの清水寺はこんな感じです。すごいですね。和式になってる、すごいです。揃いました。はい、2年坂限定のフラペチーノ、そして抹茶ムースまで揃って、抹茶尽くしコース、そしてこの部屋、和室でいただくという、はい、スタバ限定のオリジナルになってます。なかなかないですよね、こういう和室とスタバというのは。この2年坂京都清水寺のみだと思います。すごい抹茶尽くしです。いただきます。
こちらが過去一番わからなかったスタバです。見てこのマーク、こんなわかるわけないんです。スタバのマークです、これが。はい、でも美味しかったです。ごちそうさまでした。そしてこちらが広大寺入り口となっています。多分ね、中はね撮影禁止ですよね。広大寺行きましょう。庭園が非常に綺麗ですよね、こちらの。よいしょ。カメラの一脚三脚、はい、動画撮影 NG ですね、やっぱりね。自撮り棒の使用も禁止してください。写真は OK ですね、動画はダメ。写真いけそうです。行きましょう。さあ、そして配管料は600円ですね、はい、600円となっています。ではここからは撮影禁止となっていますので、写真でお楽しみください。無事に広大寺行ってきました。ちょっとね、中は、はい、動画撮影禁止だったんで、写真でお楽しみください。綺麗な庭園でしたね、はい、家康公とねね公の、はい、銅像もあって素晴らしかったです。ちょっとね、それも写真すらダメだったんですけど、ぜひ皆さん清水寺から、はい、徒歩10分以内で広大寺ありますんで、一度来てみてください。あの、これね、熱中症です。暑い、頑張ります。もう一つスポット、 SNS 映えするスポットあるんで、そちらも行ってみましょう。ではゆっくりとスウェイトラベル。そしてこちらが SNS 映えする八坂庚申堂です。あの丸いやつね、これです。はい、実際もう女性ばっかりです。自撮りが流行ってます。よいしょ、こんな感じで進んでいきましょう。よいしょ、こういう感じです。はい、ここやったんや、すごい。はい、ずっと来たかったところですね。着物で皆さん撮ってます。さあ、これが、はい、有名なところです。女性ばっかり恥ずかしいんで、さっさと終わらせますけど、ちょっとね、もう人が映って、あとで自撮りしておきます。こちらが八坂神社です。到着、歩いた、はい、歩きました。いいっすか、もうそろそろご飯食べても。じゃあ進みます。八坂神社、なんか食べれる。でもちょっともう、かき氷とかそういうのはいらないんで、ご飯が食べたい。そばかうどんいいっすよね。そばかうどん食べたい。ここはもう、ぜんざい、プリンね、いいんです。ありがたい、わかります、わかるんですけど。八坂神社、なんか来たことありますよ。いや、若い頃、中学か高校生の時に、中学かな、受験の時のなんかお参りできましたね。よろしくお願いします。失礼します。今46やから30年ぐらい前ですね。30年ちょっと前か。なんか来たことあります、八坂神社。ありがとうございました。あの頃は無事に第一志望に受かりました。まあほとんど落ちた人いないと思いますけど、懐かしい。では参拝しましょう。ありがとうございます。無事に、はい、参拝できました。よいしょ、願いが叶いますようにお願いします。はい、次回の、はい、
海外旅を無事に行けますように。八坂神社行ってきました。参拝させてもらいました。はい、非常に懐かしいですね。中学生以来だったと思います。八坂神社ありがとうございました。無事に行けました。はい、来月海外も無事に行けますように。そして錦市場に到着です。市場、さあ今日の台所と言われているこの錦市場行きましょう。ちょっといろいろあると思います。見ても楽しそう。この段階から楽しそうでしょう。結構混んでます。さすが錦市場、今日の台所と言われているだけあってめちゃくちゃ美味しそうなものいっぱいあります。京都の地酒、はい、鮮魚、すごい美味しそう。錦天満宮です。ということで商材の神様ですから、はい、至急お祈りして稼げますようにと、ちゃんとねお祈りしましょう。じゃあ、こんなところにこんなのあるんですね。さあよろしくお願いします。ではわらび餅専門店ぜいみさんに行きましょうか。なんかねリニューアルしたってということで、なんか女性ばっかりなんて入りづらいですけど、このぜいみさん行きましょうか。わらび餅食べましょう。こちらが角富士さんのわらび餅3種セットです。きな粉が全然違います、はい、ということでこちらいただきます。そして抹茶ラテとほうじ茶いきます。こちらは角富士さんの、はい、僕あんまりこう食べないですけどね、ほうじ茶非常に今人気あるみたいです。この、なかなかこんなね、はい、きな粉わらび餅をこうね人気あるんですね今ね。京都のわらび餅いただきます。これが冬鷹ですね。さあこれがノーマルという形です。でこれが黒ごまで深入り、はい、ノーマルからいきましょう。でもねつけるものがホイップと、はい、黒蜜があるんです。ちょっとなんかもうすごいです。めちゃめちゃ細かいです。あ、すごい。このラテめちゃくちゃうまいです。わらび餅入ってて、これは絶対おすすめなんで食べてみてください。わらび餅のラテ、はい、角富士さんのラテ美味しいです。抹茶ラテわらび餅入り。こちら今回泊まるホテル、ウォーターマークホテルです。さあちょっとねこの今日街風景がすごいおしゃれです。こちらに今日は泊まりたいと思います。行きましょう。はい、もうなんか入り口から厳かな雰囲気がおしゃれですね。見てください、電気今ねフロントの方がねわざわざ消してくれて、すごい光景。確かにこれめちゃくちゃ見やすい、素晴らしい光景です。綺麗、電気消すとこんなことになるんですよ。ちょっとじゃあ座って皆さん見ますか。先ほどまでね電気ついてたんですよね。見て見て見て、すごい鴨川がこんな綺麗な形となってます。私のためだけにこんな演出をしていただきました。はい、一人だけのための演出ということで素晴らしいこの状況となっています。
いやーすごい嬉しいですね。自分のためだけの演出、何を言っても何を伝えてもこの京都の良さというのは、はい、皆さんに伝わるべきことだと思います。ありがとうございます。パッとね、帰ろうと思った瞬間に消しますよと言っていただいて、これだけの演出となっています。ありがとうございました。それではまた、おやすみなさい。再びということですね。おやすみなさい。